あ、これもね、グッズで欲しいなって思いました。たらーん、紙ゴム。これさ、かわいい。これね、刺繍でできてるの。刺繍で、やばくない？これペコーラ欲しい。着用のね、やつもあります。これ作ってくださった人なのかな。こんな感じにね、なるらしいペコです。え、ペコちゃん、これ欲しい。ちょうだいよ。かわいすぎる。だってでも刺繍ってことは相当これさ、時間かかったペコなんじゃないのって思うけどな。いい、うなじ、おい、セクハラすんじゃねえペコだよ。もしかしたらペコちゃんのさ、ね、大切な大切なリスナーさんだぞ。着用のさ、やつペコだからさ、もしかしたらさ、全く違うかも、見てないのかもしれないかもしれないペコだけど、ペコちゃんのリスナーをエロい目で見ようとすんじゃねえよ。あ、そうだ、一応タイトル、ペコちゃんとノウサギの刺繍紙ゴム自由工作ということで、何ができるかなと考え、ペコーラとノウサギ日記を刺繍してみました。楽しかった。刺繍の都合でウサ耳勝手に折ってごめんなさい。全然ペコだよ、ペコちゃんすぐできるから。ペコちゃんほら、もうすぐね、こうやってできるペコだから安心してくださいと。刺繍した後にせっかくなので紙ゴムにしてみました。いつかライブの時とかにつけてみたいなと思って。待って、ってことはこの着用の方があって、ぜひあの3期生ライブ当たってたらぜひね、つけてきてくださいペコな。ヨロペコでした。ありがとう、嬉しいな。ダラダンダンダラランダンダラダンダンダラランダラランダンダラダンダン、いた。